皆さんこんにちは。占い師のシオン龍明です。今日もよろしくお願いいたします。今日のテーマは、最近出会ったばかりの彼。私のことどう思ってるかな？今後どうなるかな？っていうね、テーマで見ていきたいと思います。最近ね、出会いと言いましたら、例えば、アプリで知り合った。ね、最近多いですね、アプリ、SNS。本当にこの、鑑定させていただいてて、このアプリと SNS で知り合った方が非常に多いですね。中にはそのゲームでね、知り合ったみたいなね、方もいらっしゃいます。もちろん従来通りね、会社の中の先輩、後輩、同僚、学校でしたらね、これも先輩後輩、同級生とかね、時代通りのね、出会い方もあるでしょうし、友達の友達みたいなのもね、あると思いますけど、あなたが最近出会って、本当にいいなって思ったね、彼、で、できたら前に進めたいなって思うようなね、彼がもしいらっしゃったら、頭の中に浮かべてみてください。はい、今日は3択になります。銀、金、そして、ブルー、青ですね。この3色のゴルフボールで選んでいただきたいと思います。はい。そしたら今日もね、チベタンベルを鳴らさせていただきます。このチベタンベルで、心を落ち着けていただきまして、この、3色のボールの中のどれかを選んでみてください。はい。では鳴らしますね。はい、選んでいただけましたでしょうか。そしたらね、まず早速鑑定していきたいと思います。このね、シルバー、銀のボールを選んだ方から見ていきたいと思います。ちょっと上の方に上げますね。はい。今日はね、上の方のタロットカードで見ていきます。順番に並べていきますね。はい。銀のボールの方。伏せときますね。はい。じゃあ、まあ早速ね、銀のボールの方。鳳凰のカードが出ました。はい。あなたに対して、ね、非常に、ね、こう理性的であり、なおかつ素敵。非常に好印象だと思いますね。まあある意味清楚であるとか、真面目であるとか、なんかこう、あなたに対する彼の印象ってね、非常にね、いいです。ただ反面、なんか、手を出しにくいな、みたいなね。やっぱりどっかこう、隙がないとね、男性ってなかなかね、例えば、メールアドレスとか、LINE とかの ID とかを聞いたときに、そんなの教えませんって言われそうって、彼は、あなたに、の印象を持っています。はい。では、じゃあ、どういうふうにね、対策していったらいいでしょうか。ちょっと見てみますね。はい。教えてください。力のカードの逆が出ました。はい。そうですね。まあ、なんかこのカードっていうのは、基本的にはね、優しさとか、要するに愛情を持ってライオンを手なずけていくっていう啓示なんですけども、ちょっとね、こうね、破天荒にやった方がいいかもしれない。破天荒ってちょっと難しい言葉ですけど、要は、なんか、あなたがそんなことを言うのみたいなね。なんかいきなりこう、ぐいぐい言った方がいいかなと思いますね。なんかこう、相手の印象が非常にいいだけにね、良すぎる。なんか、真面目そうで、手出したらしばかれそうみたいな。なんかそんな感じがしていると思うんでね。なんか私ってもっとフランクよっていうところをね、もう見せた方がいいと思います。で、あなたの気持ち、あなたのことが気に入ってるよっていうところをね、もっとね、こうね、表に出した方がいいと思います。はい。ぜひぜひ頑張ってみてください。はい。では、銀のボールを選んだ方ですね。はい。彼の中ではね、
今までね、女性に対するね、なんかこう、絶望感じゃないけど、不信感というか、なんか、なんか付き合っててもいまいちだなって思う人が、周りに、もしくは今までの関係の中で多かったと思うんですね。だけど、あなたに対する印象はね、なんかそういうものを払拭させてくれそうな、印象を彼は持っています。非常にこれも好印象ですね。なんかこう、自分の今までのトラウマを解消してくれそうだな、みたいなね。そんなイメージですね。はい。では、こういう彼にはどういうね、アプローチをしたらいいでしょうか。見てみますね。はい、教えてください。うん。やっぱりね、癒しですよね。やっぱりなんかこう、過去にね、相当女性に振り回されてるみたいな、なんか、言葉悪く言えばひどい目に遭わされたというか、なんか、足行く、飯行くみたいな、そのぐらいの扱いをされてきたような刑事ですね。ですから、私ってね、本当にそういう意味ではあなたを癒してあげるのよっていうところをね、ちょっとアピールされていかれたらどうでしょうか。非常にいい方向に進む可能性も、こっちもありますね。はい。では、青いボールを選んだ方ですね。はい。はい。ワンドのサンバの逆位置。明るい未来への期待感。なんか、ね、これ3枚ともいいカードが出ちゃったんで、なんかいいことばっかり言っちゃってるようなんだけども、非常にこう、あなたの印象もこれも悪くないです。なんかね、付き合っていけそうかな、みたいな。楽しそうかな、みたいなね。ただ、やっぱりちょっとリバース、逆位置になってるから、やっぱりちょっと弱いんですよね。なんか、そんな風になりそう、みたいな。なんか付き合ったら楽しいかもしれない、みたいな。ぐらいの印象ですね。はい。ですから、そんな彼に対するね、あなたはどういうふうに対応したらいいか、聞いていきますね。はい。そうですね。ある意味ね、ちょっと完成というか、その完璧を、あなた自身が、求めすぎてませんかっていう感じがしますね。ちょっとぐらいね、抜けてる方がいいかなって。要はね、男性っていうものはね、未完成なものが好きなんですよ。特に女性に関しては。だからなんか、俺が教えてやろうとかね、僕が助けてあげようってみたいな、女性にすごく惹かれる傾向があるんですね。で、特に年下男子を落としたい年上のあなた、これ絶対ね、大切なんですよね。なんかついついね、お姉さんの顔をしてしまう。これもうそれをよくわかるんですけども、時々ね、お前どんくさいなっていう、これどんくさいって関西弁かな。ドジだなっていうね、いうところをね、ちょっと見せてあげた方がね、なんか意外性があっていいんですよ。だから、あなたがやっぱ完璧主義でもしあれば、少したまにはね、なんかこういうとこで失敗しちゃったみたいなことを彼にお伝えしたらいいと思います。そしたらなんか、この人ってなんか僕は助けてあげないといけないんかな、みたいなね、感じになると思います。はい。今日はね、3つの3択で、鑑定してみましたけど、3枚ともいいカードが出たんで、本当にまあ、ほっとしてるような、ちょっと困ったようなとこも多少あるんですが。はい。まあでもね、対策いう分野で、ちょっと参考にしていただけたらいいかなと思います。やっぱ男性のね、やっぱりね、傾向っていうのはやっぱあるんですよ。先ほどちらっと申し上げましたようにね、完成されたものよりも未完成なものが好き。自分が助けてあげたいなって、ね、そういう思わせる女性の方がね、案が持てたりするんです。なんか完璧すぎるとね、なんか、俺いらんやんかっていう話になっちゃうんですよね。まあ、これを銀のね、このボールの選んだ方にちょっと申し上げましたけど、やっぱり、パーフェクトっていうのは、本当は中身はパーフェクトでいいんですよ。ただ、男性に与える
印象っていうのは、あまりパーフェクトでない方がいいです。得をします。はい。今日はね、3択で、最近出会った彼のね、あなたに出す印象と、今後どうなるかということをね、見させていただきました。私、シオン流明は、天使のうさぎ、プロフェッショナルグループに所属しております。チャット、電話鑑定、そして対面鑑定の方をね、ご予約で受けたまわっております。よければ、もっと詳しくことを知りたい方はね、ぜひぜひ一度ご依頼ください。今日はどうもありがとうございました。